こちらは森東学大皿です。幅が51センチあります。裏に書き名があります。相生若なんとかの大釜、昭和54年8月23日、日本最大の登り釜の寒風川になる前の相生の大釜の作品ですね。年号もしっかり刻み込まれております。友箱、大皿、等額。あんまり大きいとね、友箱を作らない作品もありますから、これはそういった意味では友箱付きでね、取引にはね、向いていると思います。こちらの購入原価は45,497円です。安いとは思うんですけどね、ただこれで利益が確実に取れるなっていう気持ちはしておりません。本格オークションでね、査定がいくらになるか、5万10万のような気もするんですよね。とりあえずはそちらの方に送ってね、評価額を聞いてみたいと思います。その前に少し拙者しときましょうか。ここにね、大きな釜傷があります。太陽が眩しいような、赤道直下のようなイメージも湧いてきます。それでは送り出したいと思います。いってらっしゃい。